ジェリー・ゴールド・スミス。ジェリー・ゴールド・スミス。1929年2月10日から2004年7月21日はアメリカ合衆国の作曲家。ジェリーは愛称を筆明としたもので、本名はジェラルドである。二つの頭脳を持つ男、ムーン44などの映画音楽で知られる作曲家、ジョエル・ゴールド・スミスは息子。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。 父は建築家、母は教師。幼少の頃、母親がピアノを習わせたところ非凡な才能があると言われたため、ジェイコブ・ギンペルについてピアノを習い、さらにマリオ・カステルヌオーボイコール・テデスコに理論を学ぶ。最初はピアニストを志したが、後に作曲へと関心が向かい、ロサンゼルス私立大学に進学した後、白い恐怖を見て映画音楽に興味を持ち、 同映画の音楽担当ミクロス・ローザが南カリフォールに大学にて講義を受け持っているのを知ると、1年間聴講し、指導を受ける。事務員として CBS に入社し、当初タイピストをしていたが、すぐに音楽部門へ転属。ラジオドラマから料理番組まで放送用音楽を作り、アルフレッド・ニューマンの推薦などで、50年代半ばから TV や映画の音楽を書き始める。 生涯において170作品を超える映画を手掛け、アカデミー賞に18回ノミネートされ、うち、オーメンで受賞。また、エミー賞を5回受賞しているほか、ゴールデングローブ賞と英国アカデミー賞に、それぞれ4回ずつノミネートされた。彼は、映画音楽の作曲家として、とても有名だが、還元楽のための音楽といった、現代音楽あるいはオラトリオやバレエの音楽も、 作っている。他に、カリフォルニアディズニーランドのアトラクションの音楽や、カリフォルニア州からの依頼で、還元楽曲も手掛けている。2004年7月21日早朝、現地時間に、ロサンゼルスの自宅にて、肝臓癌のため75歳で死去した。1998年と2000年に、日本を訪れ、神奈川フィルハーモニー還元楽団を指揮して、 主に自作を演奏するコンサートを行っている。2003年に予定されていた3度目の訪日は医師に止められて中止し、代わりの指揮者としてチャールズ・フォックスが日本を訪れた。アクションやサスペンスの緊迫感ある場面に効果的な音楽をつけることにかけては他の追従を許さない抜群の手腕を持つが同時にメロディーメーカーでもあったことが巨匠たる、ゆえんである。 パピオンはその恒例。また、場面における音楽の要不要を最も的確に判断できる作曲家とも評され、凡百の映画音楽がドラマとは無関係に、主題歌やテーマ曲を押し付けている風潮に対して完全と立ち向かい、劇とも音楽に徹し続けて、地味な作風となりながらも、格好たる個性を音楽に反映させてきた。技法の上では、 猿の惑星のステンレスの料理用ボール、スタートレックのビーム、弦を張った金属イプ、早い時期からのシンセサイザー利用など、ユニークな音を曲に取り入れる試みもある。そうした前衛的な思考がある一方、古典的スタイルに逆戻りと念を押しながらも、同業で同じくテレスコに支持したジョン・ウィリアムズの手腕を評価し、スーパーガールやロマンシング・アドベンチャー、 キング・ソロモンの秘宝では、ウィリアムズのスタイルを意識した曲作りもできることを示した。フランクリン・ J ・シャフナー、ジョーダンテ作品の多くに曲を提供し、ポール・バー・ホーベニア、ピーター・ハイアムズ、ジェリー・トンプソン、ロバート・ワイズ、フレッド・スケ・ピシラの作品も複数手掛けているが、特に、シャフナーとマイケル・クライトンの作品なら、無条件で引き受けると談話している。エイリアンでは、 リドリー・スコット監督と組んだ際にイコンが残った。監督との意思疎通がうまくいかず、作曲されたものの未使用となったり意図と異なる、使い方や差し替えが何箇所もあり、ラストシーンでは、結末の変更に伴いハワード・ハンソンの公共曲、第2番に差し替えられてしまった。メイキングでは、その上でも、有名になったのはエイリアンだと語っている。レジェンド、光と闇の伝説では、 ユニバーサル・ピクチャーズ側の要求により、タンジェリン・ドリームの音楽に差し替えられた。なおこれは、アメリカ国内公開版だけであり、国外への配給は20世紀フォックス社が行い、音楽はゴールド・スミスのものをそのまま使用している、配給会社の音楽に対するスタンスの違いが現れている。また、同監督のキングダム・オブ・ヘブンでは、他の監督の作品、13ウォーリアーズの音楽が、 再使用されるなど、コラボレーションがうまくいかなかった例もあった。そのため自作をコンサートで演奏する際に、映画本編で使われなかった楽曲をプログラムに入れることが多く、同じく苦労して書いた曲が使用されなかった。アレックス・ノースの2001年宇宙の旅のための音楽が CD 録音される際にも指揮を受け持つなど、未使用曲へのこだわりも見せた。 晩年に手がけた映画にタイムラインがあるが、スコア録音後にも映画の再編集が繰り返され、監督リチャード・ドナートの意見の相違から降板。最終的に若手のブライアン・タイラーに交代となった。が、遺作となったが、体力と時間的な制約で最後まで作曲できず、ジョン・デブニーがクライマックスを担当した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。